末野大橋は、埼玉県大里郡府により一丁末野と、同、折原の間で、荒川に架か,かる国道140号皆の寄井、バイパスの道路橋である。すぐ下流側に、埼玉県道349号、広木折原線の折原橋がある。当橋は、荒川河口から 97.4km の地点で、皆の寄井バイパスの起点の場所に位置し、 休日を中心に渋滞しがちである荒川沿いの愛路を通る国道140号に対し、より今地から皆野町に向けてショートカットするバイパス道路の一部となっている橋である。また、埼玉県の第一次特定緊急輸送道路に指定されている。橋町313.0メートル、総福八8.5メートル、有効福七7.5メートル、 主景間182.0メートルの上地式の高アーチ橋である。なお、左岸側のアプローチ区間を含めると、長さは631.0メートルになる。アーチ橋の島町が182.0メートルで、右岸側と左岸側の橋台の高低差が5.5メートルある。ことから、港の方面に向けて約3%の縦断勾配の橋となっている。 自動車専用道路であるため橋に歩道は設置されていない。照明柱は亜鉛メッキが施されている。周囲の地形の関係で、貸し段球の段球面よりさらに高い位置にかけられ、右岸側はもう一段高くなっている、段球面に接続している。橋は2004年度に完成し、2005年3月29日午後2時に開通した。東橋の試行会社は、 以下の通りである。仮設工法は架橋場所が深い谷なの。橋梁の塗装色は1996年10月、橋梁塗装式再検討委員会を設置して、現状の景観に配慮して、検討審議した結果、アーチリブは、マンセルチ 5R4-10、上部お及び垂直材は、マンセルチ N7.5 に決定した。付近の荒川周辺の地形は、で、は、 団球崖に挟まれた谷間に位置し、団球面上は生活圏域となっている。周辺は埼玉県立長泥玉、ヨド自然公園の区域に指定されている。すぐ上流側にある玉淀ダムは、橋ではないが、ダム包み長部にある、キャットウォークは一般に開放されていて歩行者の通行が可能で、対岸に渡ることができるほか、末の大橋や折原橋を、 側面から望むことができる。ありがとうございます。